情報学部1回生のアツシと高田とアギナです。今日は近代のオープンキャンパスを紹介していきます。楽しんでいきましょう。イエーイ。情報学部は信号を渡って左奥やから5番やん。あ、5番か。あっこで、あっこでなんか屋上でご飯食べてる。じゃブロッサムカフェや。工学部の前にも最近キッチンカーできたよ。 あれめっちゃ助かるよ。とうとう見えてきました、我らがテレディックス。では行ってみましょう。行ってみよう。情報学部のことが全くわからない人はこの講座から聞いてな。こんにちは。こんにちは。僕たちも参加したプログラミングブートキャンプのすごい作品がいっぱい。 M5 スタックというこの小さなこのマイコンでプログラム作ってますので、これにはやっぱりいろいろ制約があるんですよね。でその制約の中でこう自分が作りたいものっていうものを作り上げるっていう。すげえ、こんなん作れんの。すごい同級生がいっぱいおるねんで。凄さが分かるんかな。普通のゲームとかしてたらなんか凄さがあんま分かんないかもしれないですけど、自分でやり始めるまで分からない。自分でやったらもうすごいです、ほんまに。感動的。Welcome to KDIX. This is our new faculty here at Kindai. 週に3回英語の授業があるよ。情報の勉強には英語がめっちゃ重要やねんで。So very welcome to that. 声で動くやつすごかったな。前田君の顔めっちゃ反応しとったな。やっぱ俺がイケメンやからかな。はい、ここアイコアの見どころというのは学生の皆さんに自由に発表してもらう自由な空間として考えています。僕の作品もいつかここに飾りたいな。めっちゃおもろい。マジおもろいっす。これ初めての e スポーツどうやった？楽しかったからみんなやってみてね。音響、照明、オンライン配信の勉強もできるよ。入試やプログラムでわからないことがあったらここで聞いてくださいね。アップルのアプリを作るための言語なんかが学べるよ。情報学部じゃなくても使えるそうやで。タイとマグロでほんまに紅白丼やん。いただきます。いただきます。めっちゃプリップリで柔らかくて美味しいです。みんなも食べてや。いやー、キャンパスツアー楽しかったな。楽しかったな。皆さん、近代のオープンキャンパスはどうでしたか？楽しかったでしょ。みんな近代に遊びに来てね。